ジャミトフハイマンはグアダンでハマーンカンにより暗殺、バスクオムも戦死と表向きはされ、現ティターンズの実権はパプチマスシロップへ移行した。我々は先のメイルストローム作戦でアクシズの手に落ちたグリプス2を制圧、コロニーレーザーでアクシズの軌道修正に成功するが、その発射の隙を突かれ、現在ダービッシュ以下のエウゴ艦隊はアクシズとティターンズの艦隊に総攻撃を受けている。アーガマもその支援に全速で向かっているが、ついたり消えたりしている。そなたはどうする？俺の体をみんなに貸すと。それでいい、仮眠。現実の世界の生き死ににこだわるから。一つのことにこだわるんだ。ゼータはどうしたんだ？わかるまい。戦争を遊びにしているシロッコにはこの俺の体を通して出る力が。体を通して出る力、そんなものがモビルスーツを倒せるものか。カミーユはその力を表現してくれるマシンに乗っているゼータガンダムね。女の声。まだ抵抗するのなら。No.
て動かん。ここからいなくなれ。私だけが死ぬわけがない。心も一緒に連れて行く。神ゆっぴだ。光が広がっていく。大きな星が水星かな。違う、違うな。水星はもっとバーって動くもんな。暑苦しいな、ここ出られないのかな。おーい、出してくださいよ。館長、ブライト館長、神指だが聞こえますか、アーガマン。お前もアーガマに帰りたいの。
陥落の炎に焼かれるジオン最後の要塞アーバーワークを後にし、私は生き残った将兵たち、そしてザビ家の血筋を持つミネバザビとその側近などを伴い、火星と木星の間にあるアステロイドベルトを逃亡の地とし身を寄せていた。ひたすら再起の日を信じて息を潜めていたあの頃、私はアステロイドベルトの彼方で遠く輝く太陽を見つめ、地球圏へ憧れを募らせる一人の少女に出会った。ハマーン・カーン、ザビ家に臣服するアクシズの指導者の娘だ。終戦から3年後、地球圏では新たな動向が現れた。元広告軍残党の反乱の活発化に伴い、連邦軍はその鎮圧のためジオンの残党狩り部隊ティターンズを結成。だがそれはアースノイドとスペースノイドとの間に新たな意識の格差を生む要因ともなった。そんな状況の中、1500万人を死に至らしめた30番地事件が勃発した。地球復興のみに従事し、空を顧みない連邦の行政に対する抗議デモが行われた頃に、ティターンズは毒ガス攻撃を行ったのである。私は連邦の大尉の分析を入手し、クワトロ・バジーナを名乗り地球圏に戻ってきた。そして実感した。連邦の行為は座視できない、準備する必要があると。それが私にエウーゴへの参加を決意させた。スイートウォーターでアーガマは完成しました。重傷も首を長くしてお待ちです。大佐がいらっしゃらなければモビルスーツは動かせないのですから。大佐はよせ、私は大尉だよ。おお。新たな混沌が地球圏を支配していた。なんか私の心は再起の喜びに震えていた。アムロ・レイは自らの魂を解き放つのに7年もかかった。それは地獄の日々だった。戦いは終局に向かい、カミーユもまた何かを悟り始めているようだ。私はそのカミーユの動向にダラースンの幻影を見た。それが希望の光となるのか、破滅へ通じるのかはまだ分からなかった。これであの武器は使えまい。甘いな、シャア。チャンスがあったのにハマーンを殺せませんでした。気にするな、それは。本艦はクリプスの区域に入った。直ちにモビルスーツ隊に発進。ワンマン発見。ガミーじゃないな。はい、急に移動を開始しました。モビルスーツを発進させたようです。数は確認
認できませんが大変態です。百式とゼータを向かわせろ。メガバズランチャーの用意。カタパルトデッキに上げました。よし、ランチャー射出しろ。シャーカー、貴様今度はジオか。そんなモビルスーツでこのジオと対等に戦えると思っているのか。シャア、ヒターンズの艦隊をやら、死にに来たか。シャア、こんなところで朽ち果てる己の身を呪うがいい。そうかな。もしも私のもとへ戻る意志があるのなら。何を言う。道を誤ったのだよ。貴様のようなニュータイプになり損ないは粛清される運命なのだ。わかるか。まだだ、まだ終わらんよ。ジャビ家を倒し、ヒタン。Yeah!
これであの武器は使えまい。はまん。甘いな、シャア。これで終わりにするか、続けるか、シャア。そんな決定権がお前にあるのか。口の利き方に気をつけてもらおう。何？シャア、私と来てくれれば。あ、神湯。いくら希望を見出しても地球の重力に魂を惹かれた者たちのエゴに押しつぶされ、結局はこんな悲しみだけが繰り返されていく。ならば一昔前の人々は9世紀のロケットの G に耐えながら空に上がった。彼らは空にこそ希望の大地があると信じた。自分たちを空へ追いやった地球のエリートたちを憎むことより、その方がよほど建設的だと考えたのだ。地球の重力を振り切った時、人は新たなセンスを身につけた。それがニュータイプへの開花へとつながった。そういう意味では確かに空に希望はあったのだ。よくわかる話です。僕もその希望を見つけます。ジークジオン。ジークジオン。